ご視聴ありがとうございます。本日6日目でございます。6日目の小粒はこちら歩いてる、歩く歩く昨日の夜はちょっとねしんどそうな感じはしてた。だからちょっと夜も心配になって夜中も何度も確認したけど、朝になったらねご飯もしっかり食べたし、こんな感じで元気でございますな、うん、顔汚い。ちょっとね顔拭いたとこやから汚いな姫ちゃんもねトリミング予約してたんやけど、やっぱりね小粒目離すのがちょっと怖くてキャンセルさせてもらいました。ちょっとかわいそうやねんけどな、暑そうでなあ、かわいそうやけどな、ちょっと我慢してな。な小粒くん、6回目注射行こっか。注射行こっかじゃあ今からまた注射に行ってきます。あ、ちゅうちゃん来たよゴーちゃんもう必死やな何を言ってんの、ゴーくん行ってきますね。うん、え、うん行こうか雨降ってなくてよかったね、こうちゃん。はい、戻ってまいりましたこうちゃん、こうちゃん戻ってきました。一応小粒はご飯も食べるようになったし、あと吐かなくなったので、もう今回で点滴の方は終わりになりました。あとは飲み薬で様子見ていきましょうかっていうことになりました。とりあえずね点滴と注射は今日で終わりで、点滴と注射の分は飲み薬に変わりました。ね、だから毎日行かなくてよくて、お薬が切れた時にまた病院の方に行きますねえ、こちゃん頑張ったね、偉かったね。タプタプになってんね、かわいそう、痛かったね、今日も痛い言ってんね最初はねやっぱしんどかったからね、注射全然痛いとこも何も言えへんかったけど、調子良くなってきたからかな、痛いって言ってなあ痛いやんって怒ってるでな、タプタプやねんタプタプやん、ママの中みたいになってるわ、お揃いやねこちゃんということで、これからもちょっと様子の方を見ていきたいと思います。見てめっちゃ可愛いない、ほら泣きついてんねん。長丸ってね寝るとき抱きつくのが好きなあ。夜もな、なんかビスケット、え、何ビスケット、何だっけ、なんかぬぐるみたいなやつ、それにね抱きついて寝てるいつもな。あ可愛い、ゴーくん、うわ、顔はみ出てるやんどうしたらいいや、こうか、こうかねえ、みんな長生きしてよなあ、長生きして楽しく行こう、楽しくなあ、ちょっと寝よっか、お昼寝するかなあひめちゃんまだポーして遊ぶか、遊ぶかねえひめ、怒られるかな怒られるかな、今月はちょっと行かれへんわ、ひめちゃんなあ、まだ数値がちょっと高いから、ちょっとどころじゃないか、数値がもう
だいぶ高いからまだちょっと油断できへんねんけど、まあ、とりあえずこんな感じで治療を続けていきたいと思います。頑張ります。ララ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 ラ。